ァンがおねんどうモリネトです。今回は灼熱パーティーについて紹介していこうと思います。灼熱パーティーは敵に灼熱を付与するパーティーです。まずは旅毛です。旅毛は星5にすると通常攻撃を3ターン無効化します。ただしこれは追加の側面攻撃や他のダメージは無効化できないため注意です。さらに無効化解除後敵全体に 自身の最大 HP の20%分のダメージを与えます。今回は SSR キャラで構成されているため、上級者向けです。さらに呪網を UR5 まで上げると、無効化発動時に HP 吸収率や、気力攻撃の非ダメージを軽減します。 さらに両毛には専属玄武があり、それは無効化の時の気力攻撃の被ダメージを軽減率を上げたり敵に灼熱を付与したりします。次は孫作です。孫作は星5にすると瀕死になった場合、1回だけ気力攻撃をし、倒れます。これもこの前紹介した頭白に似てますが、決定的な違いがあります。それは頭白は瀕死状態から復活できることです。 ただし、孫作は HP を回復しないため、復活はできません。さらに、孫作を UR5 にすると、禁止攻撃の効果を、超過分ダメージの100%を敵全体に、たくさん、また敵を撃破できなかった場合、該当敵の気力値を400点低下させる、に変更します。さらに孫作には専属原ーがあり、それは気力攻撃士の命中率や、回心率を上げたり、 敵全体の火ダメージを増加させたりします。存作は、強敵討伐の旅浮攻略によく使われます。次は女性です。女性は CH2 で手に入ります。女性は星3にすると、戦闘開始時に副兵を味方に付与します。さらに星5にすると、味方は気力攻撃で敵に2回灼熱を付与すると、女性と味方前衛に副兵を1回獲得します。累積上限は5回までです。 さらに女性を UR5 にすると、複兵の回復効果を変えることができます。次は周囲です。周囲は星3にすると、敵の灼熱の付与時間が終わると、自身の気力点を50点回復します。さらに星5にすると、灼熱のダメージを50%増大させます。 さらに周囲を UR5 にすると、気力攻撃後に灼熱状態が爆発された敵の攻撃力を20%低下させ、2ターン持続します。さらに周囲には専属玄武があり、それは灼熱状態で爆発された時のダメージを増大させます。次は陸損です。 ディクソンは星3にすると、灼熱またはグレン豪華の敵に対して、通常攻撃をすると、気力点は50点回復します。さらにディクソンを UR5 まで上げると、ディクソンを星3つ星5にしたら使えるバッシブを強化します。さらにディクソンには専属原ーがあり、それは灼熱のダメージ量を最大50%まで増大させることができます。ディクソンの説明は以上です。 灼熱パーティーの火力担当なので、結構を使えます。最後に堤防です。堤防は CH2 で手に入ります。堤防は星3にすると、気力攻撃後に、該当ターゲットの灼熱のデバフを解除不可にします。さらに堤防を UR5 にすると、灼熱のデバフが解除された時に、自身と気力点が最も低い味方に、気力点を灼点回復させます。 以上、灼熱パーティーの紹介でした。高評価、チャンネル登録お願いします。